はい、えー。今回見せていただいてますピアノが、ヤマハの U3H というね、えー、世界で一番よく売れてるピアノになりますね。えー、45歳のピアノになりますので、えー、あとまあ、5年ぐらいすると50年ですのでね、弦交換を、えー、する場合のお見積もりとかもね、えー、この機会にさせていただこうかなと思います。えー、この機種でやはりね、多いあのバッドフレンチコードですね。この ちょっと暗いから見えないですかね。このね、ハンマーを戻すためのバネがね、あのー、ついている紐がね、切れかかってきておりますので、バットフレンジコードの修理はいるかなと思いますね。それからこのブライドルテープですね。これちょっと触ったらこうパリッと割れてしまいますね。これも、えー、っと、これね、部品を調整するのにこれをパッと外したりとかね、つけたりするんですけど、この状態ではもうパリッと割れてしまうので、 触ることができない状態ですので、えー、他の調整までできませんのでねこのブライドルテープですねこの部分の交換も必要かなと思いますね、えー、それからこの鍵盤の小口ですねこれ反ってきてますのでこのね口棒っていうところですねここに当たっちゃってるんですね口棒をギュッとこうやってやると戻ったりするんですけど、えー、これも次々と多分ね当たってくると思いますので、えー、鍵盤の小口も、えー、交換が必要かなと思いますね えっと、ブッシン鍵盤のブッシングクロスと言いますよね。この赤いところは、うーん、まだちょっとね、クッションが残っておりますので、ここは、まあ、すぐの交換は必要ないかもわかりませんね、まあ。オーバーホールとかする、ね、現交換とかするんであれば、もう一気に変えてしまってもいいのかなという気はしますね。はい、えー、とりあえず、えー、 しとかないといけないのはバッドフレンジコードとブライドルテープと鍵盤の小口。この辺は、えー、ちょっと変えとかないと、えー、ピアノとして弾くのにちょっと支障が出るかなという感じになっておりますね。はいえー、では外装の方も取り付けてみたいと思います、はいえー。外装の方を取り付けてみました。ちょっと音鳴らしますと、マイナス30セント。 ね、えー、と同ノート引いて C ノートが出るぐらいになると100セントの狂いということになりますので大体3分の1ぐらいはね狂ってるというふうな感じですね、えー、これだけの狂いになると、えー、年式的にひ、ね、弦を引っ張り上げるのにちょっと弦に負担がかかって、えー、弦が何本か切れる可能性っていうのもねちょっとあるかなとは思いますけどもね、えー、頑張って調律もねしていかないといけないかなと思いますね えー、大きな傷はえぐれるようなとかいうのはないみたいな感じですね。なので、うちの中古ピアノの整備メニューで、えー、磨きかけてね、えー、しますとかなり綺麗になるんじゃないかなと思いますね。ヤマハの文字とかね。 えー、こういうペダルのとことかね、こんな鍵のとこもね、きれいにできるかなと思いますので、えー、その辺もご提案させていただこうと思います。えー、ピアノをね、動かすということになると、この敷板はちょっとね、地震の時にちょっと、えー、ピアノが暴走したりとか危ないですので、えー、耐震性の高いね、ゴムのお皿とかもちょっと進めさせていただこうかなと思います。 えー、このような感じになっておりますけど、本当楽しみなピアノですね。はい。